Kyodai tachi yo, watashi tachi wa minna, kono kanan no onna to onnaji you ni, Jesus Cristo ni chikazuite kimasu yo ne. Watashi tachi ga minna, sono ikoku kara kite imasu. Watashi tachi no sekai wa, amari Cristo kyo teki na sekai dewa nain desho ne. Ma kore wa 具体的に言えば、おそらく私たちの中にはね、たくさんの兄弟の家族は、実家は、やっぱり、信者でない人ですね。多い。あるいは主人か奥さんかね、洗礼を受けてないということですけれども、それだけではなく、やっぱり、キリスト者であっても、家族全員は、キリスト者であっても、私たちの態度、私たちの昔の態度、キリストに出会うまでの態度、そして今日、キリストが私たちのところを通っておられますが、私たちが、ある意味で、お金のこととか、仕事のこととか、人間界の、人間関係とか、やっぱりある面できっと異邦人のような態度を表していますね。心があんまり、新キリスト者のような心まだなっていないよね。完全に言えばね。やっぱりまだあるところでは私たちが偶像を拝んでいます。偽神はね、嘘の神を拝んでいますね。自分の名誉、自分の体とか、成功とかね、いろいろ。だから、そういう意味で私たちがこの女と同じように、だからこそ、私たちの娘、つまり私たちの魂は病気です。私たちの最も深いところは病気です、兄弟たちよ。患っていますよ。死にかけています。じゃないんですか？自分の人生を見ましょう。今の私たちの状態を見ましょう。あるいは、具体的に言えば、やっぱり、本当に息子か娘か、主人か、その関係か、もう本当に死にかけている。もう本当にギリギリんですよね。もうね、ものすごく強い、激しい病気に患っているんですよね。だからそれぞれが、自分の状態を見たら、この情勢に鏡むことができます。この情勢が私たちのイメージですね。ですから、キリストが今日、この福音を通して、弟子たちと共に、教会と共に、私たちのところに来てくださいます。で、私たちはただ一つの態度、を表す必要があります。この女性の謙遜な態度。自分には権利がない。私には権利がない。あなたには権利がない。けれども、神は私たちを作り、神は私たちよりも私たちの状態を心配しています。御父が私たちよりも私たちの状態のことで、苦しんでいます。悩んでいます。私たちは笑んでくださいます。私たちのことを心に留められているから、私たちにはこの権利があります。自分には、自分の態度、自分の行い、などによるの権利が一つもない。罪人ですから。私たちは本当に、異邦人のような感じですね。相手を裁いたり、文句を言ったりするということで、やっぱり私たちがもう本当に神様の前に、クリストの前に、なんか資格とか権利を表すことはできない。見せることはできない。何もない。汚れているものであるが、神は罪人を愛しています。神が私たちをそのまま愛してくださるので、兄弟たちよ。私たちには、この神の愛の権利を持っています。権利といえば、やっぱり、その確信。キリストが私のために来られています。
この女性はこういう考えを持っている。この方、このダビデの子、このメシア、この特別な方、救い主と言いましょうか。彼女がなんとか分かった。なんとか、イエスは自分とその娘のための唯一な、最後の唯一な希望であるということを分かり、彼に近づきました。主よ、憐れんでください。そしてキリストが、私がちょっと待って、イスラエルの人たち、まず彼らのために来られているよって言うと、彼女が、その通り、神様。その通り、イエス。よ、その通り。このその通りは、自分には資格がない、謙遜な態度を表す。あなたもこうでしょうか？私には、こういう謙遜な心を持っています、ありますか？その通り、主よ。私を許すために、私には、なんか理由がない。私があんまり、今まで、こういう面で、この娘のためには、この娘、この問題のある状態、この問題のある子供、この問題のある私の魂のためには、何もしていません。逆に、その娘である私の魂、息子、娘、主人、奥さんなどのために、逆に私が悪を行いました。だから本当に私には何にも権利がない。権利が一つもない。にもかかわらず、あなた、ね、子供たち、お父さん、お母さんと子供たちの食卓から、時々パンくず、落ちるんですよね。だから、子犬である私。子犬は、まあ、柔らかい言葉ですけれども、やっぱりユダヤ人にとっては、犬が違法人。権利のない人たち。イスラエルのために属してない人たちのイメージね。こういう風に呼ばれていた。あの犬たち。と言ってたら、違法人。イスラエルでない人。イスラエル人でない人。ね、彼女が、私は子犬です。私は、子犬ですけれども、そのイスラエル、その共同体、教会の元に行きます。ひざまずきます。本当に私には権利がないだからひざまずきます。謙遜の最後のもの、最後の場所を取っています。こっちにいます。本当に最後の最後の、権利のない人の、この状態を認め、そして私にふさわしい、私に、ぴったしの場所にいます。つまり、ひざまずいて、キリストの足元にひざまずきます。ひざまずいています。私が本当に共同体の中の一番最後のもの。私がその食卓に、感謝の祭儀の食卓、その祭壇に近づくのも、資格がない。けれども、元にいます。ひざまずいています。その食卓の下にいます。この態度。あなたが娘愛しているんか。あなたにとってはこの娘、この具体的な娘、具体的な息子、主人、奥さん、その人間関係は大切ですか。あなたの魂の救い、今、あなたの魂、あなたの心、肉欲、性欲、その奴隷されている、あなたの心。そしてあなた自身。大切ですか？続きたいんですか？まだ罪を犯したいんですか？そうじゃないでしょう。もう本当に圧迫されているでしょう。もう疲れています。この人を裁きたくない。文句を言いたくない。もう疲れていますよ。そうだったら、ひざまずいて。本当にへりくだって、砕かれた心を持って、主よ、憐れんでください。このパンくずを、一つだけでも、私がもらいます。なぜかというと、その感謝の祭儀のパン、であるクリストの体の一番ちっちゃな部分、そのパンくずが、私を救うことができます。私の娘を癒すことができます。なぜかというと、やっぱり、キリストはそちらに完全にいらっしゃる。彼の復活の
力界の死と復活の神秘、私を許すのできるパンクズであるから。イエス・クリストは、こちらには、信仰がある。これ信仰。異邦人の中にある信仰よ。ものすごく強い信仰。イスラエルにない信仰。だから一番最後のもの、一番謙遜なもの、自分の事実を認めるものには、完全な信仰が成長し、現れます。そしてその信仰によって、クリストに全てを委ねることができます。この娘を渡す。この状態を委ねる。この私の心、汚い、汚れている心、考え、全て、クリストに渡すことができます。そしてクリストが自分の全てを与える。そして私たちを許す。そして私たちには彼の命を与える。そして私たちも娘も復活する。謙遜は唯一な道です。